んにちは。今日も見てくださりありがとうございます。晩ご飯を作るよ。まずね、副菜から、じゃがいもは適当な大きさに切って、600ワットで6分レンチンです。その間にさ、なんだっけきゅうりをね、薄切りするよ。なんか目がしょぼ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 、眠たいなで、玉ねぎも薄切りです。そしたらね、軽く塩もみするよ。ハムは細切り、違った、細くは切ってないな、程よい大きさ、うん、程よい大きさ、昨日のことをすぐ忘れる。そしたらさ、これね、あれで、これあれ、どれ、マッシャーで潰す。でね、じゃがいもが熱いうちに、顆粒コンソメ、砂糖、お酢を入れて、なじませるよ。でね、ハムを今入れたね。野菜の水気をしっかり絞るよ。そしたらね、分量これです。3時か。なんか今さっきさ、エアコンの除湿をね、止めたの。もういいかなと思って除湿を止めたらね、またやっぱまだジメジメしてて、湿度が 70% だからさ、結構ジメってるよね。またつけないといけない。あんまこのジメジメしてれば気持ちが悪い。床がさ、べったんかったんしたりするからね、またつけないと。で、これね、大根は食べやすい大きさに切るよ。だいたい私ね、5ミリ幅ぐらいに切ってる。人参もまだだった人参も食べやすい大きさに切る。これもね、5ミリ幅ぐらいかな。もう適当ですそしたらごま油を熱します。これさ、鹿児島弁ではさ、デコンの言い上げって言うんだけど、いい言葉でなんて言っていいのかわからなかったから、一応ね、大根と豆腐の卵炒めって書いたのね。でも鹿児島ではデコンの言い上げってさ、なんだろうな、炒め物ではないし、炒め物と煮物の中間みたいな感じちゃんとしたいい言葉がわからんかった。でね、豆腐はさ、崩しながら炒める。で、分量これです。昨日はね、白だしを使って作ったけどね、やっぱ美味しかった。これはいい言葉でなんつうんだろうね。鹿児島ではさ、ほんと言い上げ言い上げ、デコンの言い上げって言ってるからね。昨日ととにも久しぶりにデコンの言い上げをしたって、2人で美味しいねって食べてたで、蓋をして蒸気が出るまで中火。蒸気が出たら弱火に落として10分です。そしたら卵を割り入れて、もうさ、水は入れてないけど、大根から水分も出てるしね、
炒め物とは違うんだよな、なんて言うんだろう、いい言葉でいい言葉ってで、卵に火が入ったら大根と何だったっけ、豆腐の卵炒めの出来上がり、まあ、鹿児島弁で言うところのデコンの言い上げが出来上がりねでね、昨日はお味噌汁はナスとえのきと何だったかな、小松菜を後から入れた記憶がありますすぐ忘れちゃう。まあ、しかしジメジメしてること、あの湿度を好む植物たちはさ、このぐらい湿度があった方が好きなんだけど、やっぱ人間はね、私は一応人間だからちょっと除湿をつけて 60% ぐらいまで下げたいな。これでお味噌汁もできた。そしたらね、昨日は付け合わせはね、キャベツの千切りとね、確かミニトマトだったはずこのさ、キャベツの千切りとか私ほんと好きなのよね、楽しいのよ。で、お味噌汁用の小松菜を今切ってるから、でね、味噌だれを合わせるよ。分量はね、これです。あの普通のさ、とんかつも美味しいけど、味噌カツもうまいよね。このさ、味噌だれとあのとんかつと絡まってめちゃくちゃ美味しいの。もう3時だからか知れないけど、私は今すごくお腹が減ってきてます。でも今からはね、おやつ、まあいつもおやつはあんまり食べんけどね、あのおやつも食べないし、水分もね、氷を舐めるだけじゃないとビールを美味しく飲めないからね。そしたらね、中火にかけて味噌を溶かしながら一煮立ちさせるよ。でね、一煮立ちしたら弱火に落として半量ぐらいになるまでね、煮詰める。そしたらね、食べる頃にはね、あの味噌だれがドロッとドロッとトロッとドロッとどっち、あの粘度が出てるからね。で、半量ぐらいになったら味噌だれの出来上がりで、お肉は包丁の背で叩いて裏表ね、めちゃくちゃ揺れてるね、私の叩き方が荒いからそしたら軽く塩コショウです。で、この後ね、私の嫌いな衣漬けが待ってるの。でさ、これ小麦粉をまぶしてるつもりだったんだけど、間違えて片栗粉を振ってた。でも同じ粉だから問題なしよ。あの、でも一応小麦粉に持ち替えてね。でさ、まな板の上で小麦粉だけでもこうまぶしとけばちょっとは楽かなってどうやって楽を選ぶかそんなことばっかり考えてそしてね、昨日もさ揚げ物だったけど、今日のね晩ご飯も揚げ物になっちゃった。いろいろ考えたんだけどね、やっぱ揚げ物になっちゃったでね、このね衣漬けがさ、パン粉があっちこっち飛び散ったりするでしょう。もうそれを足で踏んだ日にはもう気持ちが悪いがね。でもうちょっと丁寧にすればいいんだけど、やっぱほらガサガサガサって荒いのよ。
でさ、この衣はさ、とんかつ4枚の時には卵1個がちょうどいい。で、ようやく衣付けが終わった。ほっとしました。で、揚げるよ。180度でね、2分半から3分。今回のお肉はちょっと薄かったから2分半で揚げた。これでね、いい色に揚がった。お腹減っちゃった。だって朝食用いいんだよ。もう出来上がり。そしたらね、材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。バイバイ。